玄禄小判、玄禄小判は、玄禄八年九月十日から、通用開始された一両としての学名を持つ小判で、ある。江戸時代の金貨としては、慶長小判に次ぐものである。また、玄禄小判、玄禄一分番及び、玄禄二種判を総称、同時に、吹き替えが行われた、玄禄民と合わせて、玄禄金銀と呼ぶ。表面には、鋼による五座目が刻まれ、上下に切り物を囲む。 大疑惑、中央上部に、一株に、密字の極印、里面は中央に、花王、株の左端に小判紙の原国印、副書の原国印さらに、花王の左に、元字が打ち記されている。元字の最後の羽が長い長元と、短い短元が存在し、単元を、京都で作ったものであるとする説もあったが、元六金から経済やする座は存在せず、江戸で作られたものであり、 京都の小判紙も江戸に呼ばれて、小判の制作に参加したから、京の小判紙の制作によるものとする考えもある。佐渡の金座においても鋳造され、助の国印が打たれた佐渡小判についての記録があり、小判紙の原国印は、六、馬、砂、福書の原国印は、神、等に限られるが、原尊は未確認であり、江戸鋳造のものと同品くらいであるから、実際には、 助の極印は打たれなかったと推定される。佐渡金山などからの参勤は、官営年間を過ぎると衰退し始め、加えて、キート貿易などにより、金銀が海外へ流出し、新井白石の本庁宝か通用事略によれば、慶安元年、商法5年より、法営5年までの61年間に、金239万7600両余り、 銀37万4209巻余りとしている。また、江戸時代初期から、慶安元年までの流出校については、詳しい記録がないが、白石が、慶安年間以降の数値をもとに推定した、値によれば、慶長6年から宝永5年までに、金619万2800両余り、銀112万2687巻余りとしているから、昭法四年までは、 詳細な資料に書くが、新井白石の推定による、都金379万5200両、銀74万8478貫とされるが、金については、この時期はむしろ輸入に転じていたとされるため、信憑性に欠ける。その数値の信憑性はともかく、金銀の流出口は多額に上ったことになる。加えて、人口増加に伴う、経済発展から全国的市場権が、 形成されるようになり、通貨不足が顕著になり始める。さらに、明暦3年に、江戸を焼き尽くした、明暦の退化の復興に要した資金は、この時点では、幕府の備蓄を枯渇させるものではなかったが、多額に上る出費は蓄えを激しく消耗させる一因であり、その後も有事に備えて、お金蔵に備蓄されていた王邦馬金20個のうち、遠方4年に7個。 元長年には十個を吹き潰して、小判として出費し、これ以降幕府の蓄財は衰退の一途をたどり、元六年間には残りの王峰馬金も全て吹き潰されて出費された。また各地金山からの産出はすっかり衰退しており、増産は望み薄であった。五代将軍、徳川綱吉の代に入って、天領もこれ以降増加することなく、約四百万国と固定化され、 一方で幕府の支出は増大する一方であった。また、市場に流通する、慶長小判は90年以上の流通により、摩耗破損の著しいものが多くなり、切れ、軽め金などが大半を占めるようになり、修繕を必要とするものが多くなっていた。また金座では、諸国金山からの産出の衰退に伴い、小判の鋳造も衰退し、鋳造量による分一金収入に頼っていた。 金座人らは困窮することになり、漢文年間には、金座が、老中の土屋数直に、世上難造媒のご得意をと称して、吹き替えを申し出たが、金銀は、執法の中でも、最上のもので重宝され、その品位を下げる提案を、容易に行うべきでないと却下された。遠方7年の土屋の死去を待って、元禄年間に、小木原重秀がご倹約を申し立てた時を後期と見て、 金座は再び吹き替えを申し出たとされる。そこで、環状銀未役の小木原重秀では、貨幣の金銀眼有量を下げ、通貨量を増大させる貨幣改中を行った。これは品位を低下させるものであるため、その秘密保持の観点及び、改中利益を確実に収集するという目的から、営長期には自宅家業である手前吹きであった貨幣鋳造方式を改め、 江戸本郷霊雲寺近くの大根畑に建てられた吹き所に金座人及び銀座人を集めて鋳造が行われた。この吹き替えは吹き所の火災により元禄11年11月に終了し金座人及び銀座人は京橋及び京都両街町の金座及び銀座に復帰したが以後も小判市を金座に集めて鋳造を行わせる直吹き方式に変更することとなった。 元禄8年8月7日に出された、金銀回中に関する触れ書きは、以下の通りであった。また、以下のように、元禄金銀も、慶長金銀と10日に通用させるよう通達を出した。この吹き替えは、慶長小判2枚の地金に、配布金を加えて新たに、小判3枚を鋳造すれば通過量は1.5倍となり、かつ幕府には吹き替えによるデメすなわち、 会中利益が得られるというものであった。ただし、通貨の増大はインフレーションであり、貨幣価値が低下するため、デメ獲得と経済効果を狙った通貨増大は同時に達成できるものではないが、結果的には口実するように莫大なデメを幕府にもたらした。しかし、交換に最し傾聴金に対し1%の増幅しか付けられなかったため、交換は思うようには進捗せず、 良質の軽長金を帯造するものが多かったという。弦の苦金は両目こそ、軽長金に等しかったが、金に対し密度の低い銀を多く含むため分厚く、白っぽいものとなったため品位が低下したことは、誰の目にも明らかであった。加えて、脆く折れやすいものとなったため、評判は甚だ悪いものであった。またこの吹き替えにより、東北地方を中心とする米の不作による基金も、 重なり書式の高騰を見た。さらに、超銀の品位低下が4、5にとどまったのに対し、小判は2、3となったため、このアンバランスから元禄1年頃より、金一両イコール銀48から50問目前後と、銀相場が高騰し、金遣いの江戸では、物価高騰は顕著であった。この改中について、通貨供給量増大という現代的観念を、 持ち出して評価する向きもあるが、通貨数量の増大とは何か、その意味や効果の究明を行わずに簡単に結論を出せるものではない。当時は中国や朝鮮など海外との交易では、金銀は国際決済手段として用いられていたのであり、中国人は長崎において日本の長銀を南領銀である銀城に改中して用い 朝鮮との取引でも人参大王古銀の鋳造を必要とするなど金銀の順分が重視される時代であった。これに伴い大阪の両外商など商人らの取引においても貨幣の素材価値が交換の媒体としての意味を失っておらず、当時の通貨の未発達な段階において金位を低下させ名目価値を増大させても実質価値としての通貨増大という経済的意義には、 つながらないとする見方もある。一方で、幕府は、銀、戦相場を抑え、金一両の貨幣価値を維持するため、元六十三年十一月8日に固定相場を、金一両イコール銀六十目に改正し、両外商に対し、金一両イコール銀五十八問目以下の銀高、金一両イコール千三間九百分以下の、千高相場で取引することを禁じ、千下の増意を図った。 しかし相場のような強い重力にも例えられるような力の働く作用に対し権力者が自由に操れるようなものではなく両替商館の相場は変動し固定相場を維持することはできず銀使いの髪型では銀が不定し市場は混乱したまた元禄の,の吹き替えによる幕府の得た利益は長銀におけるデミを一両イコール六十門上に換算して小判と合計すると 528万250両余りとなり、荒井白石による推定値500万両及び小木原茂秀による推定値580万両も遠からずということになる。その一方で商人の中には良質の軽頂金を大増するものが多かったため、法営5年3月には増付を3%に、法営6年6月からは10%まで引上げ交換の促進に努力した。 小判及び一分半の通用停止は、強法二年末であり、新金一両に対し、元禄金二両の割合で引き換えられ、その引き換えも強法四年限りと以降は潰し金ねこきとなった。元禄一分半は、元禄小判と同品くらい一四の両目で持って作られた、長方形短冊形の一分版であり、表面は上部に、大疑惑の切り文、中央に、横書きで文、分一 下部に切り門が配置され、裏面は密字の刻印が打たれている。裏面の右上に元の年代印が打たれていることは、収蔵期間及び通用期間は小判と同じである。原禄二種版は原禄小判と同品くらい、1、8の両目で持って作られた長方形短冊形の2種腕であり、表面は上部に大疑枠の切り門、下部に横書きで、主に、裏面は 密辞とその右上に元の極印が打たれている。元禄十年六月開日にはそれまでの一分半に、加えて、計頂金には存在しなかった二手番を、鋳造開始し、同七月九日から通用開始された。従来、一分半未満の取引には、官営通り、宝から1枚近くが必要であったが、この新たな額面の貨幣は、小額の取引には、重宝するものであった。 しかも二手番への両替は、元禄金に限定し、この元禄金の優位性つまり、元禄小版の所有者のみその利便性を享受できるものとして、慶長金の引き換え回収を図ろうとする幕府の目論みでもあった。通用が延期された小判及び一分半とは異なり、二手番は、法営の吹き替えに伴い法営7年4月15日に通用停止となった。小の規定両は、 計長小判と同じく4問目7分6輪であり、1分半は1問目1分9輪、2主版は5分9輪5毛である。多数量の実測値の平均は、小判4.75問目、1分半1.19問目、2主版0.59問目である。大乗官による、旧金銀貨平価格表では、重量あたり両目5.7125にトロイオンスとされ、 小判1枚あたりの両目は1 7 7 7ムとなる。規定品位は76問目7分くらいである。明治時代、大上官の元旧金座において、江戸時代の貨幣の分析が行われた。また、造幣局においても分析が行われた。弦の区金の分析値の結果は以下の通りであった。雑文は銅、鉛などである。このような銀含有量の多い合金は青みを帯びた。 炭鉱色を呈するため、表面を金色に見せる色上げが行われた。すなわち、小判に、食塩、塩症緑板、単板、校舎及び、香る陸を梅津で溶いたものを小判に塗り、炭火で炙ることを繰り返す操作であった。これによって、表面の銀分を消失させ、金濃度を上げていた。不機人毒によれば、小判及び一分番。 二種版の合計で13936,220両1分である。大賀六兵きでは、元禄8年から法営7年までの鋳造工を1401万2000両としている。二種版の元禄10年中の鋳造工はおよそ20万両と記録されている。また、佐渡版は、元禄14年より法営7年の鋳造工は、小版1分版。 に手番を合わせて二十万六千五百六十五両一分と推計される。吹き替えにより、幕府が得たデメは四百二十七万六千八百両であった。また金座における鋳造手数料である分一金は、鋳造公線量につき、手代十両、金座人十両二分、吹き所頭料四両三分であった。ありがとうございます。